ジムティーボーはフィリピンマニラ首都圏マカティ生まれのアメリカ合衆国の元アメリカンフットボール選手、元プロ野球選手、左利き。現役時代、NFL ではデンバーブロンコス、MLB ではニューヨークメッツ参加に所属していた。フロリダ大学時代は神の子と呼ばれた。NFL のデンバーブロンコスに2010年の NFL ドラフト一順で指名され、 二年目の2011年にはシーズン途中から先発 QB に昇格しチームをディビジョナルプレイオフまで導いた。しかし2012年のオフシーズンブロンコスがペイトンマニングを獲得したことからニューヨークジェッツにトレードされその年先発 QB としてプレーすることはなかった。その後2013年にニューイングランドペイトリオッツ2015年に フィラデルフィア・イーグルスと契約を結んだが、開幕ロースターに残ることはできなかった。2016年8月に野球転校を表明。大学入学前高校生のオールアメリカンゲームに出場したティーボーフロリダ大学出身の両親がフィリピンでキリスト教バプテスト派の布教活動をしていた時に5人兄弟の末っ子として生まれた。母親が妊娠中、赤痢を患い、 抗生物質を服用したことから医者に中絶を勧められたがそれを断り彼を出産した。一家は彼が3歳の時にフロリダ州ジャックソンビルに移った。ホームスクーリングを受けていた。彼は地元のアカデミーでタイトエンドやラインバッカーとして1シーズンプレーした。クォーターバックとしてプレーを希望した。彼はその後フロリダ州がホームスクーリングを受けている生徒が 地域の高校で活動することを認可したことから、セントジョン軍の学校でプレーするようになった。高校2年の時のある試合で彼は前半、終了間際に右足を負傷したが、そのままフル出場、29ヤードの TD ランを上げた。試合終了後、飛骨を骨折していたことが判明、残りシーズンを棒に振ったが、フロリダ州の最優秀選手となり、 カレッジフットボールの有力校のプロスペクトとなった。高校3年時に彼はチームをフロリダ州チャンピオンに導き、フロリダ州のミスターフットボールパレード氏が選ぶ高校生のオールアメリカン2年連続で州の最優秀選手に選ばれた。また、全米の高校生オールスターゲームであるアメリカ陸軍オールアメリカンボールにも出場した。大学進学の際には彼を獲得しようと、 アラバマ大学のマイク・シュラ、フロリダ大学のアーバン・メイヤー、ルイジアナ州立大学、ミシガン大学のロイド・カー、USC のピート・キャロル、オハヨ州立大学のジム・トレッセルなどのヘッドコーチが彼の自宅を訪問した。その中から彼が選んだのはフロリダ大学であった。フロリダ大学時代フロリダ大学に入学した、彼は2006年122プレーの出場ながら、ラン、 パス合計で 13td を上げる活躍を見せ、サウスイースタンカンファレンスのフレッシュマンウォールチームに選ばれる活躍を見せた。この年、クリスリークの控え q b となった、彼はサザンミシシッピ大学戦で敵陣ゴール前に迫ったプレーでデビュー、q b スクランブルでの td を上げた。2戦目のセントラルフロリダ大学戦ではチームのラッシングリーダーとなった。 b c s ナショナルチャンピオンシップゲームでも 1TD パス、1TD ランを上げて勝利に貢献した。2007年の T ボー2年生となった2007年には先発 QB となり開幕戦の西ケンタッキー大学戦ではパス17回中13回成功で300ヤード、3TD、ランでも 1TD を上げて49から3と勝利した。九月十二日のミシシッピ大学戦では QB としての大学記録となる166ヤードを走ったほか、パーシー・ハービンに11回、121ヤードのパスを通すなど、トータルオフェンスで427ヤードを獲得、30から24で勝利しチームは開幕から4連勝を果たした。11月3日のバンダービルと大学戦では、シーズン14回目の TD ランを決めて、カンファレンス記録を更新した。 11月24日のフロリダ州立大学戦でパス28回中19回成功262ヤード 3td13 回のランで89ヤード 2td を上げたがこの試合の第3球のプレーで右肩を骨折していることが試合後に判明し3週間ギプスをつけたシーズンを締めくくる2008年1月1日に行われたミシガン大学とのキャピタルワンボールでは 激しいブリッツに合い、3td パス、0int ながら、パス33回中17回成功、154ヤードに、抑えられ、ディフェンスが、チャド・ヘニーにパスで373ヤード、ジムハートにランで129ヤードを許し、35から41で敗れた。この年パス317回中217回成功、3132ヤード、29td。 6INT、ランでチームトップの895ヤード、23TD の成績を上げて、QB レーティングでは全米2位の177.8、ランでは1回あたり4.3ヤードを走り、2年生として初めてハイズマン賞を受賞した。この年チームは9勝4敗で、全米ランク13位となっている。2007年シーズン終了前、アーバンマイヤーヘッドコーチは、 フロリダ州立大学戦で、右手、ジョージア大学戦で右肩を負傷したティーボーの負担を減らすため、2008年シーズンは2人の QB を起用する意向を表明した。シーズン開幕前、自身のキリスト教の信念に反することから、アダルト雑誌であるプレイボーイ誌による、プレシーズンオールアメリカンチームに選ばれることを拒んだ。2008年11月1日の試合で37回目の、 TD ランを挙げて、エミット・スミスが保持していた大学記録を塗り替えた。この年チームはカンファレンス東地区タイトルを獲得し、アラバマ大学とのカンファレンス決勝で勝利、全米ランキング2位となり、オクラホマ大学との BCS ナショナルチャンピオンシップゲームで24から14と勝利、3年間で2度目の全米チャンピオンとなった。 チャンピオンシップで優勝した3日後の1月11日に行われた祝勝会の際に2009年の NFL ドラフトにアーリーエントリーせずに4年時に進学することを表明した。翌日右肩の国局を取り除く手術を行った。t e b a l はハイズマン賞の投票では最多の1位秒を獲得したがサム・ブラッド・フォード、コルト・マッコイに次ぐ3位であった。 この年 28td2intqb レーティングは NCWA1A で5位の176.7ランで564ヤード 12td を上げた2009年チャールストンサザン大学トロイ大学相手に開幕から2試合連続でパスランそれぞれで td を上げた第3戦のテネシー大学戦ではランで td を上げたものの1年次以来となる td パスなしに終わった。9月26日のケンタッキー大学戦ではインフルエンザにかかったままプレーした。この試合で相手選手にサックされた際にチームメイトのマーカスギルバートの膝で頭部を強く打って脳震盪を起こし数分間はフィールドに横たわったままであった。その日のうちにケンタッキー大学の病院に運ばれた彼は CT スキャンを受けた結果。 脳内出血はなく軽度の脳震とと診断された。フロリダ大学は翌週試合がなかった。2週間後の10月10日に行われたカンファレンスのライバル、ルイジアナ州立大学戦で復帰し、勝利を飾った。10月31日のジョージア大学戦では、大学通算50回目、51回目の TD ンを上げて、ジョージア大学のハーシェル・ウォーカーが持っていた。 サウスイースタンカンファレンス記録を塗り替えた。12月5日のアラバマ大学とのカンファレンス、優勝決定戦で、パスで245ヤード、1td、ランでチームトップの63ヤードを走ったが、13から32で敗れた。シンシナティ大学とのシュガーボールでは、パス35回中31回成功で482ヤード。 3td パスの成績を上げて51から24で勝利13勝1敗の成績を残した。チームメイト同士の投票によって選ばれる MVP に2007年から2009年まで3年連続で選ばれた。大学時代通算で41試合に先発し36勝9285ヤードを投げて 88td16int の成績を残した。 この年のハイズマン賞の投票では5位となった。12月にはスポーツイラストレーテッドからカレッジフットボール2000年代最高の選手に選ばれた。2010年1月のシニアボールではパス12回中8回成功したがニファンブルと課題を残した。2月に行われた第44回スーパーボールで中絶に反対する社会保守主義団体フォーカス・オン・ザ・ファミリーの CM に 出演した。この CM は忠実賛成派からは非難された。2月下旬に行われた NFL スカウティングコンバインではフォーム改造中のためパス練習を回避した。3月17日に母校フローリダ大学で行われたプロデーで新しい投球フォームを披露した。その後、ドラフト前にはシントンレッドスキンズ、バッファロービルズ、 シアトルシーホークス、ニューイングランドペトリオッツ、クリーブランドブラウンズ、デンバーブロンコスを訪問し、ワークアウトを行った。NFL からドラフトへの出席のオファーを受けていたが4月21日、ドラフト指名の瞬間を家族と共有したいとし、欠席した。彼のパスを投げるフォームはプロ向きではないとして、ドラフト開幕前に2巡、または3巡での指名になるのではと評価されていたが、 ジョシュ・マクダニエルスレンバーブロンコスヘッドコーチが、ボルチモア・レイブンズと3つのドラフト指名権と引き換えに、トレードアップを行い、一順全体25番目で、指名したことは衝撃を与えた。ブロンコスに指名された彼のジャージは NFLSHOP.com の4月売上げで、全選手中トップとなった。7月29日、ブロンコスと5年3300万ドルで契約を結んだ。 ドラフト指名後の5月時点では、マクダニエルスヘッドコーチはティーボーを、カイル・オートン、ブレーディ・クイーン、トム・ブランド・ステーターに次ぐ、第 4QB として考えているとコメントしたが、すぐに、第 3QB に昇格した。2010年ウォームアップ中のティーボー2 0 1 0年、10月17日の、ニューヨーク・ジェッツ戦でプロ初 TD を挙げた。10月31日に、 ロンドンで行われたサンフランシスコフォーナイナーズ戦で途中出場し TD ランを上げた。11月14日のカンザスシティチーフス戦で NFL 入り後初のパスを投げ、これがスペンサー・ラー戦への3ヤードの TD パスとなった。ASQB のウォーオートンが故障した後、シーズン最後の3試合に先発出場した。12月19日のオークランドレーダース戦では40ヤードの td ランなど、ランで78ヤード、パス16回中8回成功、138ヤードで、チームは23から39で敗れた。先発2戦目となった、ヒューストンテキサンズ戦では0から17とリードを、許したが、第4球にパスと、ランで td を上げるなど24から23と、逆転、初勝利を上げた、パスで654ヤード、5td、3int、 段43回で227ヤード 6TD を上げた。先発するまでは主にワイルドホースター系での起用が多かった。2011年シーズンオフにホーブスが発表した最も影響力のあるアスリートの順位に入った。この調査で T ボーより順位が高かった NFL 選手はトム・ブレーディ、トロイ・ポラマル、ペイトン・マニングの3人であった。プレシーズンはオートン、 クイーンに次ぐ第 3QB であった。2011年開幕から5試合はカイル・オートンが先発出場したがチームが1勝4敗となった第6週から先発 QB に昇格した。オートンからティーボーへの先発 QB 交代はシーズン途中までブロンコスに在籍していた W.R. ブランドンロイドやスポーツイラストレーテッドの名物ライターピーター・キング解説者からも 疑問の声が出たが、先発 QB に昇格してからの8試合で7勝1敗の成績を上げた。第5週のサンディエゴチャージャーズ戦、16点差をつけられた後半から出場し、1td パス、1td ランを上げて一時2点差に詰め寄ったが敗れた。第7週のマイアミドルフィンズ戦でシーズン初先発、7サックを喫し、第4球残り3分を切って0から15と、 リードされていたが、2td パス、2ポイントコンバージョンで同点に追いつき、オーバータイムに決勝 FG が決まり勝利した。この試合で、パス27回中13回成功、161ヤード、2td、ラン8回で65ヤードを走った。パスの獲得ヤードの大半である137ヤードが、第4球によるものである。T、の地元のフロリダでの試合ということもあり、 終盤では、ティーボーコールが起こり、ティーボーのユニフォームを着て応援する観客も多くいた。オーバータイムでは、マイアミから、ファンブルリカバーを奪ったディフェンスの活躍に応え、決勝 FG を演出した。残り3分を切って15点差以上つけられた、状況から逆転勝ちしたのは1970年の AFL と NFL の統合以降初めてのことで、あった。 10月30日のデトロイトライオンズ戦では7、サックを浴び、パス39回中18回成功で172ヤード、1INT、1ファンブルロストがそれぞれ相手のリターン TD につながり、10から45とチームは大敗した。11月6日のオークランドレーダーズ戦で、ブロンコスは NFL ではほとんど使用されていないが、T ボーが大学時代に慣れ親しんだ。 オプションオフェンスを用いた。T ーボーはに TD パス、ランでも117ヤードを走り38から24、と勝利した。T ーボーは NFL 入り後初めて100ヤード以上を、走った。ブロンコスの q b で1試合100ヤード以上を走ったのは1976年の、ノリスウィーズ以来であった。この試合では、RB、ウィリス・マゲーヒーも163ヤードを走った。同じ試合で、 QB と RB がそれぞれ100ヤード以上走ったのは NFL 史上5組目であった。11月13日のカンザスシティチーフス戦ではパス8回中2回、成功ながらエリック・デッカーへの56ヤードの TD パス、ランでも TD を上げて17から10でチームは勝利した。パス成功2回以下の成功で勝利した QB は彼で5人目であった。 11月17日のニューヨークジェッツ戦では、パス20回中9回成功、104ヤードながら、第4球残り1分ほどに20ヤードの TD ランを、上げて17から13で、逆転勝利した。決勝 TD ランを上げたプレイについて、相手ヘッドコーチのレックス・ライアンは、T ボーが走ると分かっていたが止められなかったと、コメントした。11月27日のサンディエゴ・チャージャーズ戦では、 オーバータイムに彼の12ヤードのランなどでボールを進め、決勝 FG に結びつけた。この試合で彼は1950年以降の NFLQB としては最多記録となる22回走った。12月4日、第13週のミネソタバイキングス戦では、パス15回中10回成功20、202ヤードを獲得2 T リースを上げて35から32の勝利に貢献した。 第14週のシカゴベアーズ戦では、第3球までわずか3本しかパスを成功できず、0から10とリードされた第4球から突如 T ボーのパスが決まりだし、パス40回中21回成功、236ヤード、1TD、1INT の成績を上げ、オーバータイムの末、勝利し8勝5敗となった。第15週のニューイングランドペトリオッツ戦は、 視聴率19.5%を記録した。この試合で彼は、パス22回中11回成功、194ヤード、ランでも12回で93ヤード、に t d を上げたが23から41で敗れた。第16週のバッファロービルズ戦では、キャリア初の長袖でプレーする試合となった。7連敗中だったビルズとの試合で彼は、自己アースとの3インターセプトを喫し、 チームは14から40で敗れた。最終週のカンザスシティチーフス戦は、開幕時にブロンコス先発 QB だったオートンとの対戦となった。ティーボーの率いるオフェンスはタッチダウンを奪えず、彼自身もパス22回中6回成功、60ヤード、1INT、ランでも6回で16ヤードと抑えられて3から7で、敗れたが、地区優勝を争いをしていた。 オークランドレーダースも敗れたため、チームは8勝8敗ながら、地区優勝、6年ぶりのプレーオフに進出した。このシーズンに創刊された NFL のオフィシャル雑誌の創刊号の表紙を飾っている。1月8日に行われたワイルドカードプレーオフでは、オーバータイム最初のプレイで、デマリアス・トーマスへ80ヤードの TD パスを決めて、バンクルワセを演じた。乱対策に、 多くの人数を割いたスティーラーズのディフェンスに対してこの試合で彼はパス成功を10回ながら316ヤードを獲得、ランでも50ヤードを走り29から23での勝利に貢献した。この試合は全米で視聴率25.9%を記録した。試合終了後ツイッターでの彼を取り上げたメッセージ数は毎秒9420本となりウサーマビン・ラーディン。 の試直後の5106本より多いものとなった。翌週のニューイングランドペイトリオッツとのディビジョナルプレイオフではパス10回中3回成功28ヤードの獲得に終わり10から45と大差で敗れた。シーズン終了後、球団社長のジョン・エルウェイはトレーニングキャンプで T ボーを先発 QB 扱いすると語ったが T ボーと競う QB の獲得も行いたいと語った。 その後、インディアナポリス・コルツから解雇されたペイトン・マニングを、ブロンコスが獲得したことから、ドラフト7巡指名権と共に、ニューヨーク・ジェッツのドラフト4巡、6巡と交換でトレードされた。このシーズンオフには、ジャクソン・ビル・ジャガーズもーボー獲得を検討していたことが、2013年4月、マイク・ムラーキーによって明かされた。開幕戦からマーク・サンチェスが先発 QB を、 務め続け、第15周の敗戦でチームは、プレーオフを逃し、サンチェスの先発降格が決まったが、第 2QB の T ボーではなく、グレッグ・マッケロイが先発 QB に指名された。この年は、クォーターバックとしての出場は、ほとんどなく、パス8回39ヤード、ラン32回102ヤードにとどまり、主に、パントプロテクションなどのスペシャルチーム要員としての、起用が多かった。 2013年4月下旬、ジェッツからウェーバー工事された。彼が自由契約となる前、クォーターバックとしてではなく、タイトエンドなどとしてならば、トレードに興味を持つチームもあった。5月には、ジャクソンビル・ジャガーズのファンが、バラク・オバマ大統領に、ティーボー獲得の働きかけを嘆願したが、ジャガーズオーナーのシャドカーンは、獲得意思がないことを表明した。6月に、 ブロンコスヘッドコーチ時代、t ィーボーをドラフトで指名したジョシュマクダニエルスが攻撃コーディネーターを務めるニューイングランドペイトリオッツと契約を結んだがシーズン開幕前に解雇された。12月30日に ESPN のカレッジフットボール分析者として契約を結んだ。ただ、12月31日に NFL に QB として復帰することが目標と語った。 2014年の b c s ナショナルチャンピオンシップゲームでデビュー。2015年4月20日にフィラデルフィアイーグルスと1年契約を結び、QB として開幕ロースター入りを目指したが、シーズン開幕直前の9月5日に解雇された。2016年8月に野球転向を表明。同月30日にデドゥーフィールドにてトライアウトが行われた。2016年9月8日に、 ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。9日に、参加ルキー級、ガルフコーストリーグメッツへ配属された。2020年2月26日に、第5回ワールドベースボール、クラシック予選のフィリピン代表に選出されたが、COVID-19 の影響で予選が延期となった。T.E. ボーイング大学時代彼は人生に、大切なものの順番として、神に感謝すること、家族、 学業に次いで4番目にアメリカンフットボールを挙げた。聖書の中で、ヨハネの福音書3章16節を好んでおり、2009年1月の BCS ナショナルチャンピオンシップゲームでアイブラックに書き込んでいた。カレッジフットボールでは、ティーボーが卒業後の2010年により、アイブラックにメッセージを入れることを禁じるルールが追加された。子供の頃は、 同じフロリダ大学出身のエミット・スミスのファンであった。ドラフト前、変則的なフォームから NFL で通用するかどうか疑問視されていた。2012年、トム・ブレーリ、ドリュー・ブリーズ、アレックス・スミスなどを指導した経験を持つもと、MLB 投手、トム・ハウスの指導を受けるようになった。NFL でデビューする前から非常に人気を集めており、2008年には、 メンズフィットネスマガジンの9月号の表紙を飾った。2009年シーズン、主催ゲームが何試合かブラックアウトとなったジャクソンビル・ジャガーズとブロンコスの開幕戦チケットには申し込みが殺到した。また2010年4月、ドラフト指名前にナイキと30万ドルのパートナーシップ契約を結んだ。また、EA スポーツの NCWA フットボール2011の カバーアスリートになることが発表された。その後、同年7月にジョッキーインターナショナルと契約している。2012年にロイターなどが行った大統領に、死体、QB の1位に選ばれた。特に共和党支持層の間では、高い支持率となった。また、同年4月には、タイム誌より、世界に影響を与える100人に選ばれた。同年6月の父の日に行われたイベントの際、 青少年の規範となるロールモデルになりたいと語った。自身はダニー・ワーフェルから良い影響を受けたと語っている。2011年のパス成功率が46.5%と先発 QB 中最低に終わった。パス回数、パスレーティングも低く、パス精度に難があるものの、第4級に奇跡的な逆転劇を何度も演じ、絶大な人気を集めた。 彼が2010年1月に設立した基金は、フロリダ州ケインズビルの小児がんセンターへの寄付や、恵まれない子供たちをディズニーワールドへ招待するなどの支援を行っており、フィリピンのミンダのオ島ダバオで2012年1月から病院の建設を行っている。2013年半ばの開設を目指している。彼は熱心なクリスチャンで、タッチダウン後、 片膝をつき祈りを捧げるポーズはファンの間で t ーボーイングと言われており、そのポーズは全米で流行した。2011年12月には GLM が t ーボーイングの爆発的な広がりについて2008年のオバママニアに匹敵するとし、新たな英語として認める声明を発表した。ピッツバーグスティーラーズとのプレーオフ勝利後は、デンバー市長と試合前に賭けをしたルーク。 レーブンスタールピッツバーグ市長が t ーボーイングを行っている。2012年5月 EA スポーツから発売されるマッテン NFL13 に t ーボーイングが導入されることが発表された。ありがとうございます。